いや、ちょっと飲んで待ってよ。なんか変なの書いてよ。はい、ヨシキとハイドのロックバンド、どうですか？かっこいいけど、もっと言ってもよかったなって思うね。やっぱヨシキは俺に相談してこなかったからね。はい、際どい質問ください、際どい質問ください。どうなってんだろう。もうなんかもっとさ、もうぶっ込んでこない質問つまんないじゃん。だって俺って質問に答えてよ。ジャパンのエクセパンのトシとヨシキの仲の悪さはどうにかならないですか？どうにもなんないだろうね。